はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットでございます。4時ですね。5月は12日の金曜日でございます。はい、特に大きな動きはなさそうですね。ドルウォン1334というところでございまして、今日はですね、原因はちょっと下げてますね。 70.33 とビットコインも下げてますね。はい、金もちょっとだけ下げてるのかな、ちょっとだけね。うん、でということはドルが高いということです。そうでもない、そのドルの話なんですけど、日本経済新聞、これは昨日の17時31分、植田和男日銀総裁、米債務上限問題大きな問題にと、ちょっと言いましょうね。そんなに長くないですね。日銀の植田和男総裁は11日、米国の債務上限問題をめぐり、債務不履行、デフォルトに陥った場合、もしそういうことになれば大きな問題になる。米国政府は全力を尽くしてくれると信じていると述べた。新潟市で開かれる主要7カ国 G7 財務省中央銀行総裁会議に先立って、記者団の取材に応じた。同日記者会見したイエレン米財務長官は、米議会が債務上限の引き上げ交渉に失敗してデフォルトに陥った場合、世界的な景気後退の火種になるだろうと懸念を示していた。植田総裁は今回の会議では、参加者の中から話題が出れば当然取り上げることになると思うと話した。まあそりゃそうでしょうね。いつくらいやらはるんだろう。今日からやってるのかなこの G7、欧米の金融不安については、欧米当局の対応が素早かったこともあり、足元ではマーケット金融システムは落ち着いた動きになっていると強調した。ただ今回の会合では今後に向けて不安定な動きがないか、ここまで振り返っておきたいとも話した。3月に米シリコンバレーバンクが破綻した際は、 SNS 交流サイトを通じた信用不安の拡大とインターネットバンキングによる急速な預金流出が起きた。会合ではこうしたデジタル時代の新たな状況に対応できる規制や監督の在り方について意見を交わす見通しだと、まあということでございますね。まあ上田さんクラスがですね、これはあってはならないことやというふうにおっしゃってるわけですね。あってはならないことなんですよ。過去ですね、2回ですね、それらしいことがあって、2011年と13年やったかな。もっと前もあったんかな、クリントン政権の時もあったんですね。アメリカ政府の機能が止まるということでございます。回避できるかどうかはですね、マッカーシー下院議長とですね、バイデンさんの話し合いいかんということになります。どういうことかと言いますとですね、アメリカっていうのはストイックな国でですね、政府が発行できる国債の上限っていうのは決まってるわけですね。法律で決まってるわけです。でそれに今来てしまったんですね。で、政府を機能させるためにはさらに国債を発行してお金を集めなければですね、アメリカ政府がですね、お金を払えなくなるわけですね。でアメリカ国債がデフォルトということになったりします。まあ最終的にはそうなりませんよ、ならないんですけどもですね、それをさならないためにですね、今政府はですね、債務上限を引き上げるという法案を議会に提出をしているんですけども、上院は民主党多数でそれはなんとかなるんですけど、下院はですね、共和党多数なんですね。でマッカーシーさんはですね、そのバイデンさんにですね、債務削減を述べというふうなですね、対案を出してるわけです。それを述べばですね、あれしてあげるよと。
あの賛成してあげるよと。ところがですね、そのバイデンさんもじゃあそれをこれくらいやったらいけるとかいうですね、まあ、たその対案に対してですね、いやそのもうちょっとまずかましてえなみたいな話をしてるわけですよ。まあ、かなり厳しいこと言うんですよ。確か4000億ドルかな、と日本円で60兆円ですね。60兆円じゃない、58兆円ぐらいか。じゃあ52兆円ぐらいですか、54兆円ぐらいですかね、の債務削減制度って言ってるわけですよ、マッカーシーさんはね。バイデンさんはそんなに嫌やって、せいぜい1000億ドルやって、ですね、まあ、13兆円ぐらい。というふうにしてですね、隔たりが大きくてですね、このままですね、その両者ともに一歩も引かずに時間切れとなりますと、チーンとなってですね、そこでデフォルトが決まってしまうわけですね。まあそんなことをね、デフォルトがですね、その何と言いますかね、あの長く続くとは思いませんよ。どっかで妥協してですね、なるんですけど、こう一瞬でもなってしまって、一瞬でもってのはどれくらいの期間か分かりませんけども、1週間で、決着するのか、2週間なのか、1月なのか、2月なのか、2月もあったらえらいことですよ、これはほんまに。でバイデンさんはですね、その国内対策のためにですね、サミットに来れないと、広島サミットに来れないということになりそうな、ほぼなるんちゃうかなというふうにされています。そうすると岸田がずっこけと。まあね、別にいいんですけど、別にサミットって別にね、今回のサミットは西側の結束、対ロシアでみんなで頑張ろうねということぐらいなんですよ、懸案事項は。まあ、あと台湾ですね、要は軍事力による現状の変更はあかんよということを西側は全員一致で決めたんやということを示すというところに意味があるわけでございましてですね、まあ、懸案があるっちゃあるんですけどですね、まあまあまあそれくらいかなということですね。でも、まあ、バイデンが来ないとですね、花が一番のですね、あれ、花というか変ですけども、一番の重要な国ですからね、他はもっと合わせたぐらいのですね、存在感あるんですよ。携帯力は他もっと合わせた方が絶対 OK ですよ。でも、存在価値としてはそれくらいでかいですね、アメリカあっての G7 なわけでして、そのアメリカのバイデン来ないかもしれないということですね。まあ、それは来ても来なくても、ね、全然大した関係ないですよ、本当は記者にとって関係あるんですけど。で、仮にですね、プツンとですね、アメリカ経済がアメリカがデフォルトになってしまったらですね、どういう影響が起こるのかというのがですね、ちょっと想像しがたいんですけども、まあ一番単純なのはですね、ドルの価値が下がるということですね。つまり円高になるということですね、簡単に言えば。で円高になるんですけども、その円高というのは一時的なもんじゃないかなと思うんですよね。だって法案が通ってしまえばですね、またドルは元に戻るわけですから。まあ、あとは何なんでしょうね、金利が上がるんでしょうかね、市場金利が。まあ、世界のですね、各マーケットはですね、ちょっとしたパニックになるのかもしれません。いいことは何もないですよ、はっきり言うて。株が上がるなんていうことは多分ないと思うんですよ。債券価格はですね、まあ、下がるんでしょうね。だから債券が下がるとね、この前のシリコンバレーバンクみたいにですね、ぶっ飛ぶところが出てくるわけでして、いいことないでしょ。買い債券下がる。で、日本も思惑でですね、市場金利が上がるかもしれませんね。もうだからいいことないんですよ、ね、もういいことないんですよ。だからまだなんとかせえやっていう世界なんですけど、もうまあお互いね、歩み寄りがなさそうなんですよ。そしたらあとはバイデンさんとしてはね、共和党切り崩し作戦ですよ。共和党の下院議員に片っ端から電話かけてですね、いろんなですね妥協をしながらですね、あんたちょっとその賛成に回ってえなっつって、まあほんのですね5、6人願いらせればですねできるはずです。向こうはね、
そういう党議拘束ないんですから、個人の自由なんです。議員個人の自由で、この公判を民主党反対とか言ったら全員が反対する必要はないわけですね。個人の自由に任されるんです。なんでお電話作戦で、ですね、切り崩すと、まあそれがためにですね、広島なんか行ってる場合ちゃうねんみたいな、そうなるんちゃうかなという気はします。この日経新聞ですね、上田さんの写真がゴーンと出ているですね、記事のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。